カナディアンナショナル鉄道の GP38 から 2W4769 カナダケベック州フェリシエンにてフードを先頭にして走るノーフォークサザン鉄道の GP38 から2アメリカ合衆国ニュージャージー州リジウッドにてエンドを GP38 から2はアメリカの GM エンドが製造した4道軸のロードスイッチャータイプの電気式ディーゼル機関車 ダッシュ2シリーズの一形式であり、GP38 の改良版である。リース車両としての GP38 から2リットル、カナダ向けのバリエーションである GP38 から2ワットについても述べる。外観は GP38 とほぼ同一であり、相違点は冷却水の点検窓がフードの右側につき、バッテリーケースのカバーが蝶津外からボルト止めとなった程度である。 同じダッシュ2シリーズの GP39 から 2GP40 から2の両形式はターボチャージャーを使用しているために排気口が1つのみなのに対し本形式はルーツブロワ式のエンジンを搭載しているため排気口は発電ブレーキのファンの横に2つ設置されているリース車両には末尾にリースを意味する L を付けた GP38 から2リットルの形式が付与されているが L が付かない リース車両も存在している GP38 から2のカナダ向けバリエーション。最も大きな違いはカナディアンコンフォートキャブと呼ばれる運転台を装備しており、前頭部ボンネットの幅が広いことで識別できる。また、管理地を走る機関車らしく、運転台背後の空気取り入れ口には雪の侵入を防ぐフィルタが装着され、伝送品箱や 送風機の形状も GP38 から2とは異なる。アメリカに1 8 0 1両、カナダの254両、メキシコに1 3 3両が、それぞれの鉄道事業者へ納入された。メキシコ向けに、蒸気発生装置を搭載した機関車もあり、こちらは、前頭部のボンネットの高さが非搭載車よりも高く、ハイフードと呼ばれる。ありがとうございます。